てかあれでしたね、相手チームの嫌な守備とヘディングしてきて、しかも得点まで決めてきた、昨日対戦した相手チームの選手、レオザフットボール TV 見ててくれてて、普通に写真撮ってくださいって言われましたね、終わった後。びっくりしました。ちょっとメッシみたいな体験できました。というわけで前半終わりです。あれ前回の試合引き分けだっけ、あ何戦だっけ、あのパス、あれはアーセナル戦だっけ、あれ何戦だっけ、あのやっちゃったやつ、ユナイテッド戦か、ありがとう。ユナイテッド戦引き分けでこのパレス戦負けたらもうトリーグなら昇格なしですね。でもクロップの自分ダイブさえドキドキしてるっていうのは、今自分で例えて自分でドキドキしだすっていう、来週俺もこうなっちゃうかもしんねえんだもんなみたいな。厳しいよ、そうだからもう、そうだからもうここ最近もう、ここ最近でも開幕戦の後から、今まで楽しいって100楽しめてたのが全体的にこう20ぐらいずっと下がってる感じの生活なんで、美味しいもの食べてもでも来週末なみたいな。好きなことやってるのはなんか切ないです。でもやっぱ基本そうなりますよね。もうだって音楽も笑いもそうだけどさ、やっぱりなんかこう重要なイベントとかさ、重要な大会とかあってさ、それに向けて本気で挑むとこのテンションになるからな。だから好きなんですよね。団員さんも言ってたけども、悩んでるやつ悩むのが好きなやつだからって、悩まない方法なんていくらでもあるわけで、芸人やってなかったら悩まないし、ラッパーやってなかったら悩まないし、主役やってなかったら悩まないわけで、悩みに行ってるからな。から被害者ずらすのも違うんだけど、ちょうどこの話になったらこうしちゃったけど。であとちょっとここからさらっといきますよ、うん、NTT データさん、うん、はい、こっちで3部の6位のチーム、はい、あとこの成蹊蒼FC さん、はい、これが3部の9位のチーム、はい、であとキヤノンサッカー部、多分キヤノンの、はい、サッカー部さんのチームが、うん、多分ここら多分3部の注意、このね3チームは去年多分注意とか下位だったので、ここのチームに対して僕ら多分点を重ねていかなきゃいけないとか、うん、そうだね、得失点差がまたあるので、はい、戦力も変わってるかもしれないからな、そこなんだよね、移り変わるんでね、うん、はい、でこちらまだ対戦経験がない、こちらまだデータがないので、うん、去年の成績を見て話すっていうだけになってしまう、うん、そう1チームね、グループにめちゃくちゃ強いチームがあるのよ。ちょっとスカウティングの結果、そことの試合がどのタイミングで来るかっすね。 NTT さんだけど、去年の林業みたいな感じですか。 NTT さん、まあ、4部の中での林業だけど、3、いやだ本当にレベルが警視庁みたいな感じです。ちょっと圧倒的ですね、話とかいろんなスカウティングの方向を聞く感じ。去年の順位高くなかったんだけど、多分新入団選手いっぱい入ってきたんだろうね、いい大学に、大企業だから。あれって観客の煽り見て思ったんですけど、レオさんがシュワブのサポーター求めることってなんですか。でももう見に来てもらったりとか、レオザ学園入ってもらってるだけでマジで幸せだからな、本当ありがとうございますしかないね、それに関しては。うん、本当そうだね。行儀いい答えしかできなかった。こんばんは、シュワーも見せていただいて、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いつも花川さん現場来てくれる。来週決戦っすね。そう、毎年もう最低でもあと9年はこれやんなきゃいけねえんだみたいなね。笑けてきますよね。そう、レッツファンですが、シュワーはカテゴリーの中では異例のファン、サポーターの数だと思いますが、ぶっちゃけファン、サポーターの存在は力になりますか。なりません。こんな人いる。そいつが J1 いける。なりませんっていう人。逆に俺はサポーターになるよ、そういうそんなオーナーの人の。あ、バレンシアのオーナーこんな感じだったね。あい、サポー俺のクラブなんだから言ってくんじゃねえみたいなさ。
ポーターの力に、ね、サポーターの方々力にならないんでっていうそう質問してないのと一緒よそれ。いやだってねそれこそさっき来てたけどねマッキーも前回のねトリーグの時サポーターの人のいいプレーするとこう歓声上げてくれたりするからすごい力になって頑張れたみたいな。いやだから選手羨ましいんだよな。俺もちょっと社会人このシュアボ始めた時ちょっと選手やってたじゃん。やっぱゴール決めた時とかいいパスした時のあの快感は味わえないというか、いやだからあれなんですよね、この監督って結局なんでしょうね、まあ褒めてもらえることもあるけど基本的にはやっぱりミスかぶりながら生きていくというか、だからアンチェロッティとかそうだと思うんですよ。息子のアイデア乗っかって失敗しても自分のミスだって言うじゃん。あの力だから結局リーダーに必要なのって。だからその歴史上で変な君主が変な選択してみたいなやつも実際は部下の意見に押されてやって失敗して結局その君主が無能とされてるみたいなパターンもあるからね。友達がおーとか言ってくれるだけでも嬉しくたしてる。あ、そうそう、だから俺だってバスケ部の頃さ学校の外外周してる時さ他のさ部活のバレー部の女子とかも走ってるじゃん。その抜く時だけさずっとこんな顔出してるさ、その女子抜く時だけさ結構なスピードで凛とした顔で抜いてくからあれと一緒よ。サポーターの存在って無様なとこ見せらんないから、それはサポーターの方いればいるほど嬉しいですしね。そんな感じっすね、うん、ちょうど1時間ですか、もういつもね楽しませてるのか楽しませてもらってるのかちょっと分かんないですけどね、結局一番テンション上がってるのは僕じゃないかって思いながら終わりますけど、まあ毎日というかドキュメンタリーない日にねする配信来ていただいてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。そして、余裕のある方はぜひともねレオザ学園入って、今日もイベントやってましたけどここだけの話とか配信でね聞けない話とか僕が作った授業とか楽しんでいただければ思います。皆様の学費がシュアボのね強化費になりまして、いずれグラウンド作ってね、本当ねシュアボの練習と試合そこでまずやるところからしたいですね。あとはスポンサーさんお待ちしております。ぜひとも皆さんの力でねシュアボにねこう金をね入れてもらってね、はいうん、みんながね、うん、スポンサーさんが金くれると強くなりますんで、はい、ぜひともね金で強いチームを作らせてください、はいなんでこの人ご支援とかなんでこの人オブラート包まないんだろうっていうね、はい、いやよろしくお願いします。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか。多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。